おはようございます。栃木百名山ハンターのサロメでございます。本日はですね、栃木県佐野市にございますね、本日登っていく山は大正山でございますね。こちらですね、大正山はですね、こんな感じで大正山の専用駐車場ということでね、広い駐車場がね、設けられておりまして、かなりねこの辺では有名なね、山になっております。今回ねリピート3回目でございます。もう3回目ということはですね、すごくね楽しい山ということがね分かっていただけるのかと思うんですけれども、大正山ね、後ろに大正ということでこの辺にですね看板がね設けられておりますけれども、こちら麓からでもねすごくね大きくね見える看板なんでございますけれども、今日はですねリピート3回目ということでね、こちら通常まっすぐ行って炙り神社というね登山口が一番メジャーなんですけれども、今日はねまたちょっと違うねルートをちょっと攻めていきたいと思っております。数少ない私の登山動画のね、視聴者の皆様方におきましてはね、今日の山行きもなかなかね、面白い山行きになることは間違いないと思いますのでね、ぜひねご視聴継続していただきたいと思います。それではですね行ってみたいと思います。はい、そんな感じでですね、こちら大正山なんでございますけれども、こちらにね、行かないで今日はね一旦ねこっからまた降りていきたいと思います。一旦降りますでぐるっとね今日はね周回する予定なんでございますけれどもね、そんな感じでね、はい、今日はねこちらの西場富士っていうですね、独立峰がね前方にありますけれども、こちらをね、経由して登っていこうと思っておりますけれども、途中にね、スポットがございましたよ。これ、石碑がね私の大好きなありました。養老碑ということでございましてね、これはすごいな、なんだこれは、これも重要文化財になってますよ。養老碑、高さ1メーター51センチ、江戸時代、江戸時代ですよこれ。こちら宝暦っていうかな、宝暦6年、1756年ですねこれね、そんな感じで、ちょっとね彫刻等の刻印がねはっきり確認できませんでしたけれども、相当古い石碑でございますね。はい、こんな感じでね、公民館なんかと併設されておりますけれども、それでは行ってみましょう。よいしょ。いやーね、このようにね歴史あるお宅がいっぱいね並んでおりますけれども、本当にね時間がね止まってますよね。これ本当にもうね、今令和の時代ですけれどもね、本当にね心がね和みますよね。こういう風景をね見てますとね、本当にねこう幼少期にですね本当戻れるんですよ。登山をやってますとね、本当時間が止まってますよね。これもいいねですね。ね、古いお宅がねいっぱい立ち並んでいて、はい、神社がねございましたね。こちらのね、神社からもほらね、登れるような登山口にこれなってるんですけれども、もっとねちょっと遠回りしてねどうしても寄りたいところがありますんで、もうちょっと遠回りしてね行きたいと思います。おお、すごいですね。これは手作りの埴輪かなんかですかね、これね、すごい、すごいお宅だなこれは。おはようございます。はい、今日のですねどうしても寄りたかった場所、こちら西場の百観音様、これね文化財になってるんですねこれね。こちらをねちょっと
寄っていこうと思っております。どうしてもね寄りたかったんです、これ遠回りしてでも。あったあったあった、これ石碑がいっぱいあります、ありますあります、これはすごいね。あーいっぱいありますね、これ登ってくんだけど、これまずちょっと石碑チェックですね、これね。あーすごい。あーちょっとね頭をね折るやつがいいんですよ、このお地蔵さんのね。あー勘弁ならないね、ほんとね、そういう。あーこれね、あー西馬の百貫の、あーすごい、1790年ですからね、これね相当なこれ歴史がございますよ。こっちちょっとねまだ石碑あるんで、あーすごいわこれは。あーいやー歴史が、ああーなんだろうこれ、観なんとか、ちょっとよく見えねえな、観栄なんかな、ちょっと観栄なんかな、ちょっとよくね見えないですけど、まあ間違いなくこれ江戸ですね、これね。ああこっちにもあるわこれ。あーもうたまらんねこれね、たまらんね。おお石像、ちょっとね、読めませんけれどもね、まあ、あ観音様ですねこれも。あかあった、石像聖子菩薩供養塔だそうでございまして、重要文化財ですねこれね。ああ1796年だそうです。いやーこれはもう本当にたまりませんよ。あーいやー状態がいいですね、状態がいい、すごくたまんない。いやーもうね、もうこれだけでもいいぐらいだね今日、今日の。いやーすごいわ。あーこれもなんだ、これこれはなんだ、これはちょっとねですか、これも古いよねこれ。あ文政10年ですねこれね、文政10年。いやたまりません。いやすごい、本当にねすごいですよ昔の方はね。そしてですよ、こちら百貫の様をねこれから行ってみたいと思いますけれども、あこんな感じでね登っていくんですねこれね。よっしゃ行ってみましょう。いやどうなってんのこれ、この歴史探訪、歴史探訪登山でございますね。あー大小山がねこっから見えて、あーなんだこれ、もうねテンションがね上がっちゃって上がっちゃって、もう本当になんだこれは。観行寺ということでね、これはどうなってんのこれ。あーこれも文化財だねこれ、すごいねこれは。なんだこれ、銅像ですかね、すっごい文化財ですよねこれは。うわーもうたまらんねこれは。いやーすごい、これなんだろうこれ、何年なんだこれは。あー何年、あ寛政、寛政ですねこれね。だいずれにしてもまあ江戸ですわねこれね。いやーたまりません。それでは行ってみましょう。さらにこっからまた登っていって、あー西場の百貫の王様、もうあーどうなってんのこれ、もうワクワクしちゃって、ワクワクしちゃって、どうなってんのどうなってんの。来た、これだ、来たよ、民族文化財西馬の百貫のね文化財。いや見てくださいよこれ、もう100のね、観音様がねこのようにね祀られておりますね。みんなね表情がね違うわけでございますね。いや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 、まずは真正面、どうなってんですかこれは。
いやもうガンダーラですよ、これも完全にね、アシュラ像ですね、これアシュラ様ですね、顔が3つあります。これなんかね、はあ、すっげーわこれは。もうねずっと見てられるよこれ。京都、京都って書いてあるのこれ、なんだこれ、すげーわ。これなんか新しいですねこれね。いやーすげーわこれは。すごい。いやかっこいいですねこれもね。いやかっこいい。いや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 ね、これもすごいな、すごいよねこれ。いやすげえ、いや絵になりますねこれはね。いやいやすごい。もうねたまりません私。何年とかねちょっと書いてないんですけどね、古いのは間違いないんですけどね、書いてないなやっぱな。いやいやすごい。こっちもこれなんかね本当にこう崖崩れみたいになっちゃって補強してありますよねこれね、こんな感じでね。いやーすごい、いろんなね表情がありますけれどもね。これなんかはねもう全体的に掘ってね浮き彫りにしてありますねこれね、文字なんかもね。文字じゃねえのかこれは、違います、すいません。すごい。でかいこれ、アシュラ像。すげえ。はい、こんなわけでございまして、百観音様をね堪能いたしました。ここねちょっとかなり尺長くなっちゃいましたけれども、まあそんなわけでございます。でこっからもね、西馬富士に行くルートがあるんで、あるらしいんですよ。なんでこっちなんかな、ちょっとわかんないんですが、こっちでいいんかな、でもルートになってるような感じですね。これだな多分な、おそらく。違うかな違うかこれは。ちょっと待ってくださいね。今見つけました登山口、これだこれだ。逆方向でした本当に。百観音様の突き当たりに、まあこんな感じで獣よけのですね、柵がねずっと施されてるんですけれども、こちらにね侵入の入り口がありました。こんな感じでこれだね、これをやって、でこれをねやると、ちょっと待って、はいこんな感じでね閉じまして、ここですね。はい、もうちゃんとした登山ルートになってます。また祠があったぞこれ、ほらめちゃくちゃ楽しいなここは。これも古いなこれもきっと。ちょっと見えないですけども、これもね変わったタイプのね、初めて見るタイプの祠ですけれどもね。ちょっとわかんねえな、でもね相当これ古いと思いますね。これ今回ねちょっと尺がね長くなっちゃいそうですけど、よいしょ。もういきなりこちらピークですね、ここは観音山だそうです。
79メーターということでございまして、まあピークって言ってもね、まあ、こう気づかないような状況ですけれども、もうピークだそうです。よし、さらに行ってみましょう。まあね、そんなにこっちからはですね、登山をする方はいない感じですね。結構これマニアスタイル。おお、びっくりした。おお、これなんだ、これはこれあれじゃないですか、イノシシの罠じゃないですか、これは。いやー、いるんですよこれ、イノシシが。っていうことはね、いや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 、これすごいですね。イノシシがいるんですよ、これ。イノシシのね、餌がこれあるんで、いやー怖い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 。どっちだこれ、どっち行くのこれ。マニアだよこれ。あ、いいんだな、こっちだな。あ、でこちらですね、お寺でしょうか、これは神社でしょうか。ありましたね。よいしょ、こっちだな。よいしょ。あ、結構これいいね、マニアで多分合ってると思うんですけどね、これ。あ、マニアだねこれあ、こっちだ、こっちだな、これ。あった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 。よし、こっちだ。よし、あら、どっちだこれ、合ってんでしょうかこれは。はあ、あ、いいね、私向きですねこれは。はあ、よいしょ、ってんのかなこれ。あ、なんかこれいろんな、なんだろうこれは、なんかいろんなあれですね。いいですね、いきなり今回はねマニアックな絵のお届けでございますんでこれはこれはいないですね、これは。こっちから登る方はあんまりね。あ、果たしてこれがね正規のルートなのかな、これは。でもおそらくね、これ方角的にも正規のルートだと思うんですよね、これね。うん、大丈夫ですね。多分、もう、行けるとこまで行っちゃいましょう。あ、いて。よいしょ。よいしょ。どうなってんの、これは。どっちこら。まあちょっとね不明確ですけれども、またこれ、竹やぶのあれですけどもね、これちょっと行ってみようかこれ。なか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 これなかなかですね。これルートじゃねえな、これは違うな、違うな、これはな、違うな、違うけど行けるかな。違うな、全然違うな。けど行ってみようかな、やっぱりな。行けるとこまで行ってみたいと思います。今ね、相当もがきもがきもがきのね、スーパー激マニアからですね、ちょっとこんな感じで、いい感じで、やぶこぎが晴れました。こっちはあれだな、ようやくなんか出た感じですね。まあ登山道っていうか、あ、山道というかね、出ましたね。よし、こっからこっちかな。なんかねこれね、またまたちょっとマニアの、あー、大丈夫か、大丈夫だな、こっちですね、おそらく、おそらくですね。はい、行ってみますあー、今ねようやくこの激マニアから解放されました。あー、こんな感じでね、おそらく、はい、あ、普通の登山道らしきものだと思われますけれども、あれなんだ、あ、獣の余計のあれですけど、どっちなんだこれ、いいのか、あ、いいのかな、こっち入っちゃっていいのかな。多分ねこれあのテープ貼ってあるんでね、いいんだと思うんですよね。こっちだな。よいしょ。あ、あの標識が見えたんで、あっちですねこれ。あ、オッケー。はい、今ですね、ようやくこれ道標が出てね、こんな感じで、あー、よかったです、よかったです。今ね、この獣除けの出入り口からね、こっち側来ちゃったんですが、違いますね、こっちまっすぐ行くのが、
西和富士のルートになってます。もう完全にこれは登山道なんで、ようやくですねノーマルルートでございます。よし、はい、行ってみましょう。もうねこれですよ、もうこれですよね、普通の登山道っていうのはね。もうえらい目にね、出だしから会っちゃいましたけれども、もうこれならね余裕ですよね。もう、はあ、はい、こちらスポットです。西場城アトンということでございまして、800年前、にね、なんかあったんですかね、これね、お城がね。でこちら石碑関係がね祀られてますね。あーすごいね、これはね、あった、寛政、11年、あーすごい、たまれませんよ、本当に素晴らしいですね。あーいやー見入っちゃうね。はい、よし、はい、展望スポットがありましたね。なかなかね標高が上がってきました。でこんな感じでね、もうちょっとでね山頂だと思うんですけどね。よいしょ、はい、ツツジのね花が綺麗にね咲いておりますよ。あーいいですね、いいですね。よいしょ、はい、もうちょっとでねおそらく山頂ですねこれね。よっしゃ、こちらがですね、西場富士の山頂になりますね。ああ、三角点もあります。よし、三角点あったよ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。そして、もうね、こんな感じでね、もうツツジの花がね、咲き乱れてましてね。ああ、でね、ネットなんかではそんなに展望ないようなこと書いてありましたけどもね。そんなことないですね。展望いいですよこれ全然。でね、あちらには大正山のね、あの大正の文字がねスカーンと見えてね。そして展望はこんな感じですから、ほらね、ツツジの花のね先にはこのようにね、あー展望が広がっておりますよ。いやー気持ちいいですよ。よかったよかった、こっち周りで。ああ、いいね、西場富士。この花がまたね、ツツジの花が今、見頃ですね、これね。最高ですね。まだつぼみもね、いっぱいあるんで、こっからね、また、まだまだ、花がこれ楽しめますね。よし。まあそんなことで、こっからはね、超気持ちいい、山行きなんではないでしょうか。はあ、あったあったあった、これこれこれ。石碑。ああ、これも、古いんじゃないのこれ。はあ、古いね。これきっとね。ああ、これはまた古いよね。これ。あ、でも明治か、これは。はい。よっしゃ、行ってみましょう。おー、いいね。いやー、いいね、いいね、いいね。まあ、一回ね、あの、独立峰なんでね、一回また降りるようですけれども。もうね、正規のね、これ、登山ルートですから、さっきみたいな、登山ルートじゃないとこじゃないんでね。あー、これも、ほら、大正山が、ね、見えます。これもずーっとこっからね、あの、稜線をぐーっとこう行って、大正山行って、みたいなね。で、今日はもっともっと先行っちゃいますんで。いやー、気持ちいい。よっしゃ。いやー、本当にね、ツツジの花が本当に、見事ですよ。もう両脇にね、こんな感じで、花に囲まれながらのね、登山でございますけれども。よいしょ。お、こっからちょい、岩場かな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああ。はい。こういうね、登山道のね、稜線歩きはいいんですよね。青空とね。ね、で両サイドはですね、もう展望がね広がってるわけですよ。こんな感じでほらね、いや反対側は大正山ですから、はあ、ああ岩場があって
展望スポットになってんかな、これ。よいしょ。そうですね。展望スポットですね、これね。ほら。来ましたよ、展望スポット。崖、下は。よっしゃ。気持ちいい。いやー、最高です。もうね、この時期のね、登山っていうのは、新緑がね、こんな感じでね、もう、黄緑色のね、若葉を見ながらのね、登山っていうのはね、また最高なんですよね。よし。お、三角点があったぞ、これ。ピークなんだな、これな。ちょっとピーク名はね、ちょっとわからないですけどね。よーしゃ。おー、目の前にね、巨大な岩がね、ありましたね。いや、かなり特徴的な岩なんでね、あれ、おそらく岩の名前なんかあるんじゃないかなと思うんですけれども、すごい岩ですね、これは。やっぱりこれ、祠がありますんで、まあ、神聖な岩だと思いますね、これね。ほら、すごいですよ、これ。でかい。一枚岩で。で、祠がありますね。この祠は、なんだこれは。赤見市。赤見市だからそんなに、どうなんでしょう。古いんかな、これは。どうなんでしょうね。なんだろう、これ。でもこれ。なんとか、ちょっと見えないね。3年だね。これ結構古いですね、おそらくね。おそらく古いと思いますね、これは。これね、なんとか、遠鏡っていうんかな、3年。ちょっと後で調べてみたいと思いますけれども。思ったよりね、古いですよ、これ、おそらく。すごい。このね、入り口のこの辺の作りなんかもね、相当凝った祠ですね。すごいな。よいしょ。こっちだな、ルートはな。岩の看板なんかはないから、あれですけど、おそらくね、これ、岩の名前なんかありそうな感じですけどね、すごいですね。今ね、先ほどの一枚岩のね、上に登ってまいりましたけれども、やはり、こんな感じでね、もう崖になってますし、ね、もう展望スポットになってますね。いやー、めちゃくちゃ楽しいルートだな、これは。いやー、最高ですね。いや、行ってみましょうか。こちらね、ちょっとピーク名がないんですけれどもね、展望の最高なピークにね、到着しました。これ三角点がありますね。よし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 。でね、隣のピークがですね、いよいよ今日のね、目的でございますね。大正山のピークでございます。そして、こちらもね、展望抜群ですね。もう素晴らしいですよ、これ。いやー、こんな感じでございまして。手前のね、一番の突起してるピークが先ほど登ってきました。西葉富士ですよね。で、ずーっとね、今ね、西葉富士のふもとからね、今、ガーッとこう登ってきたような感じでございますけれども。こちらもね、いやー、多少ね、ちょっとガスがかっちゃってるのが、あれですけどね。もう贅沢言えないです。こんな最高な山焼けはないです。よし。それではね、今から大正山、ピーク目指してね、さらに進んでいきたいと思います。このようにですね、もう多数のね、展望スポットがございますよ。最高です。前方のがね、西葉富士。
まあ、こんな感じでございまして、よいしょ、よし行ってみましょう。はい、こちらですね、さっき普通のね炙り神社から登った一般的なですね、メジャーな登山道との分岐までね到着いたしました。まあそんなわけでね、大正山山頂までね、もう一踏ん張りでございます。こっからはねもう人がいっぱいいると思います。前方にもね登山者いらっしゃいましたんで、はい、もう少しでですね大正山のピークなんですけれどもね、まあ、こんな感じでですね、いい感じの岩場になってまいりましたね。よいしょ、まあね、そんなに急でもありませんのでね、まあこんな感じで登っていけますけど、まあこっからはね、ちょっと結構急かね、ロープも見えてきましたんで、よし、気をつけて行ってみましょう。よいしょ、よいしょ、オッケー、オッケー、よいしょ、はあね、ロープが見えてきました。よいしょ、よいしょ、おう、ロープ、オッケー、よいしょ、よいしょ、マッチョイだ、よいしょ、よいしょ、よし、一旦カメラしまいます。よっしゃね、岩場を攻略いたしました。よっしゃ、よっしゃ、もうちょっとで、ピークでございますね、これね。よいしょ、よいしょ、あーすごい、よっしゃ、もう最高ですよ。あれだな、ピークはあっちだ。もうちょっと見えましたね、ピークね。よいしょ、岩場、岩場、岩場、よいしょ、オッケー、来た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 、よっしゃ、オッケーオッケー、感動的だ、オッケー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 、来た、いやー、来ました大正山。あーね、妙義山ですね、別名ね、妙義山山頂、最高です。あー、よっしゃ、三角点ありがとう、よし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 、いやー、そしてね、こちらの山のね特徴はもうこのように、見てください。360度の展望が広がっておりますよ、このように。あー最高、いやー、何度来てもいいとこですよねここは。いやーね、多少ね、ガスがかかっちゃってますんでね、本当はね、もう富士山から何からね、もう一望できるスポットなんですけどね。よし。あー、最高だ。まあ、そんなわけで、このままね、降りちゃってもいいんですけれどもね、まだね、ちょっと時間が早いんで、あれかな、大坊山っていうね、もう一つね、ピークありますんでね、あちらをね、これからね、撮ってやりたいと思います。あれですね、また一回また降りてね、でぐらーっとまたこの尾根をですね、行くわけでございますね。よっしゃ、それでは行ってみたいと思います。いやー、次のね、もう目標がはっきり見えますね。あれですね、これです、大坊山。これは足利市街ですね、おそらくね。
いやー、いいとこですね。しかしね、ちょっとした崖ポイントでございますけれども、ちゃんとねロープが設置されております。まあでも、まあロープなくても普通にゆっくり行けば問題ないのかなと思いますけどもね。まあちょっと一応ね、あの念のためにカメラしまいます。はい、こちらもですねピーク名はないですけどもね、ピークになってます。で、分岐になってますね。ここから下山することもできるんですけれども、山百合学園ということでね、に、まあ、この麓にね降りられるルートになってますね。で、私はさらにですねこちらですね尾根を行ってみたいと思います。よし、おー、いいですね、最高です。はい、今ですねまた隣のねピークに来まして、で時刻もね9時になりましてね、気持ちですねお腹が空いてきたような気がしますんで、ちょっとねここで、いつものおにぎりタイム行きたいと思います。でこちらピークですね、仮称ということみたいなんですけども、毛の山っていうんですかね、まあそんな感じでピーク名が仮称でついているようですね。大坊山、もうちょっとです、あそこですね。はい、じゃ一旦ちょっとおにぎりタイムで休憩ね、ベンチもありますんで。はい、いつものおにぎりタイムでございます。ごま塩おにぎりいただきます。うまい。おにぎり補給完了しました。こちら毛の山から再スタートしたいと思います。行ってみましょう。よいしょ、なかなか切り立ったね岩のルートですけど、あ、なんかね岩の名前がねあそこにありますね。なんでしょうね。あ、やっぱりね、ガマ岩だそうですね。やっぱりガマガエルにねそっくりだなと思ってたんですよ。目がねちょうどあの上にあったんでね、目と口と、あ、これはねなかなかその通りだと私もパッと見てね想像いたしましたね。これは想像通りでございました。いや、こっちの大坊山までのねルートもいい感じのね尾根歩きでございまして、いや、こんな感じでねもう本当に新緑の登山でございますね。で、実はね私登山歴ねもう十何年やってんですけど、実はこの新緑の時期のね登山って初めてなんですよ私。まあ、それなんでかっていうとね、私今まで重度のね花粉症だったんで、もう行きたくてもね来らんなかったっていう感じだったんですね。で、まあちょっとある、まあ、動画また別に出しますけれども、花粉症とか鼻炎がねもうずっと私悩まされてたんですけど、もう治っちゃったんですねこれね本当に。まあそういったことでね、本当にこの時期の新緑の一番これねいい時期なんですよ。これ登山には本当最高ですよ。本当に花粉症、鼻炎一発解消っていうね動画あげますので、まあどっちになるか、こっちの方が多分後になっちゃうかな、アップロードするのね、まあぜひご興味のある方はですね、鼻炎の花粉症一発解消動画もご視聴いただければと思います。よいしょ。いやー最高ですよね本当に。この感動しますよ。私も今までこういう新緑の登山来れなかったなのもあるんでね、最高だねこれ。あ、これもピークですね。ピーク名はねここもないんですよね。ないですけどね。あ、三角点があったな。よいしょ。あ、愛の山ですって。愛の山、これも仮称なのかな、正式な山の名前じゃないかもしれませんけれども、三角点ありました。よし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 、ね、愛の山のピークからの展望はねこんな感じでございまして、よし行ってみましょう。もうね綺麗な絵ばっかりなんでね、動画のね本当に尺が長く
なると思いますけれども、あれですね、来た、大坊山が近くなってまいりましたね。よし。最高ですよ、これ、景色がもう。ほんと最高ですよ、これ。よいしょ。久々に、祠がありました。山の神様。何年でしょう。ちょっとわからない。けど、新しくはないですね、これはね。かなり古いですね。はい。よっしゃ。はい、ピークね、来まして、こちらも名前はないようですけれども、まあ、めちゃくちゃ素晴らしい展望スポットになってます。で、目の前ですね、あちら。こちらがもう随分ね、大坊山さんが近づいてまいりましたけれども。あともうちょっとですね、あとぐーっと行って、あそこですから、ここですから。ね。だいぶ近くなってきました。よし。ね、こっちからね、ずーっと来たわけですからね。なかなかね、感動的でございますね。よし。はい、こちらですね、仮称ですけれどもね、腰床山ということでございましてね、ピークに到着いたしました。こちらね、三角点もこんな感じでございますね。まあ一応。よし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 。よっしゃ。それではね、行ってみましょう。もうね、景色がいいっすよ。なんつってもこれ。はい、こちらですね、腰床峠っていうんですかね、に、現在ですね、到着いたしましてね。まあこちら分岐になってますね、峠ですのでね、こちら行きますと、足利病院ですね、に下山するのか、大坊山に行くのかということで、もうちょっとでございますね。よっしゃ、行ってみましょう。こちら、石碑が折れちゃってんだな、これな。折れてますね、地上。はい、出てきました。頑張ろう、今日突坂って言うんですかね。まあ、心臓ね、突撃する山、坂だよってね、ことだと思うんですけどもね。まあ、こんな感じですね。ずっとね、坂になってるんですね。なんだこれは。ちょい優しいのと、二股になってるんですね。じゃあ、厳しい方で、行ってみたいと思います。でもね、さっきの出だしの百貫能のですね、もがきのルートよりは200倍ぐらいいいですね、こっちの方がね。よいしょ。もう最高ですね、これ。登りやすいです。よいしょ。よいしょ。はい、こちらトイレ番屋というのがね、ありますんで、ちょっと行ってみましょうか。こっちか。よいしょ。はい、あれがね、番屋ですね。前来たな、これ。思い出してきたな。こんな山の中にね、こんな感じで。トイレもね、ありますんでね。はい、こちらがですね、番屋ですね。山頂番屋。以前来ましたね、こちらね。思い出しました。山頂番屋。なるほど。フクロウのね、木彫りであったりね。ガマガエルさんが、こんな大きなガマガエルさんがいますね。無事帰るってことでね。緊急番屋。すごい。いやー、前来た時はね、これはなかったですね。この建物はなかった。できたんですね、これは。すげえな、これ。
へえ、すごいですね。あ、ずっとね、これで登ってこられるんですね、これね。はあ、すごいですね。もうこのままね、大坊山にノンストップで行ってしまいます。よし。あ、ちょっと二股に分かれてね、足利鉱山、鉱山山頂ということでね、別のピーク経由でこっちからと行けんですね。ちょっと辛くなっちゃいますけど、ちょっと行って寄っていきましょうか、せっかくなんで。よいしょ。よっしゃ、あ、登り切りましたよ、なんとか。あ、これがあれか、足利鉱山っていうのが例の。おー、これだ、このことを言ってたんだ。あー、すっげーな、これ。あー、崖ですね、これは。あー、ぐらーっとね、あっち行くと先日のあれでしょうかね、行道山とかね、そっちの方が見えますね、あれね、あの中心ね、大岩山、あ、行道山見えますね、あっちは。あーでも良かったっす、こっち回って。あー、すごい。よっしゃよっしゃ、行ってみましょう。はい、さらにね、お隣のピーク今登ってきました。いやー、ここもいいですよ。あー、ここも360度。あー、大坊山がね、だいぶ近くなってきました。あー、最高、大正山、よいしょ。あー、そしてですね、まあ、こちらのね、これですね、足利鉱山、これですね。深いですね。ああ深い。おお、素晴らしい。もう新緑とツツジ、そして青空、爽快な尾根歩きでございます。おお、おお、すごい、近いですね、大坊山が近くなってきました。よっしゃ、今ね、大坊山のね、一本手前のピークなんでございますけれども、ね、なかなかな岩を今登ってきましたが、展望スポットね、これ。いやー、崖、いやー、いやー、随分ね回ってきましたよ、これぐらーっとね。よし。で、この上がですね、ピークになってんですね、これね。ですので、もうちょっとで、ちょっと大坊山手前のピークを取るところでございますけれども、どんな感じでしょうか。このね、どんなね、これ登り切った時に展望があるんだろうっていうね、そういうのがね、結構ドキドキするところなんですよね、登山やってましてね。どんなこの先にね、展望が広がっているんだろうというところでございまして。おっしゃ、またこれ切り立った岩で。OK。いいですね。よいしょ。あ、まだだね、これね。まだあれだね、ピークは。よいしょ。岩だね、これ、まだまだ。よいしょ。OK。大坊山手前のピーク到着でございます。あー、三角点。OK。よし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 。来た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 。あー、休憩椅子もあって、ね、ベンチもあって、おい。あー、OK。あ、
こちらピーク名ありました。ツツジ山山頂でございます。こちらツツジ山、もうツツジが確かにね、もう咲き乱れておりますけれども、でさ、今日のね、最後の目標のピーク大坊山がもう手前までね、見えてきましたよ。あれ登って今日はね、OK なんでね、よし。いやーすごい。いやーね、このように絶景を拝みながらのね、登山でございますけれども、もう少しだと思いますね、大坊山山頂。こんな感じでもう展望がね抜けてますんでね、もう全般的にねこんな感じで、こちらのルートは展望がいいですね。よいしょ。もうずーっとね撮影してたいぐらいですよ、これ。どこもどれもこれもね展望がいいもんですから。いやー最高です。よっしゃ、来ましたよ、来ました、大坊山頂。石碑がいっぱい、明治か、はあ、すごいですね。よいしょ、はあ、石碑が、はあ、ちょっとこれは分からねえかな、これも古そうですね。あ、あったあった。大正ですね、これはね。こんにちは。あ、こちらにもありました。同じタイプですね。あった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 。これはね、文化ですね。文化13年。江戸時代ですね。文化ですからね。ねえ、このようにね、普通に立ってんですよね。で、この大坊山のね、山頂はこんな感じでね、本当にこう、広いね、山頂なんですよね。はぁ、あ。おぉ。ありました、ありました。大坊さん。来た来た来た。もういっぱいね、このようにありますよね。石碑が。あ、狛犬さん。狛犬さんは、あなた、何歳ですか、狛犬さんは。ちょっとわからねえな、これな。ちょっとわからないですけど。いやー、こちらの狛犬、あれ、かわいそうに。顔がない。かわいそうに。よし。でですね、こちらでございますね。足場だけがね、このようにあって、以前はかなり立派なね、神社が立ってたんだと思いますね。で、この足場の先に行きますとね、また神社がね、ありますね。奥の宮ということで、どんなになってんでしょうか、中は。ああ、新しめの祠ですね。あれ新しいですね。祠が祀られてますね。はい、それではですね、下山の運びを取りたいと思います。よいしょ。はあ、これもね古そうですよね。何年なんでしょうこれ。ああ、大正8年ですね。大正8年ね、え、歴史がありますね。よっしゃ、大坊山はね、もうこんな感じで、なだらかな
登山道でございまして、すごく登りやすいですね。これはきっとね、こっちから登ってもいいかもしれないですね。お、ね、石碑がありましたけれども、あ、これなんかもね、何気に今見たらね、天保4年ですから、あ、もう江戸時代ですよねこれね。いやー、古いんだよねこうやって。あー、本当にね。よし、あー、素晴らしい石碑がいっぱいありますわ。これはこのタイプはそんなね古いとはくはないと思うんですけれどもね。ああ、でもあれですよね、昭和30年ですからね、これあれですよね、戦争のあれですよね、追悼のやつですねこれね。はあ、ほら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 、いっぱいあります、いっぱいあります。これ石碑がもうね、尺がこういうのあると長くなっちゃう。ああ、これは何だろうな、明和かな、明和、明治かな、明和かな、ちょっと何年だなこれは。これはなんとか明か、元明。ああ、これももう相当これ古いですね、この石碑もね。これあんまないですよ、このタイプのキノコみたいな石碑ですけど、ほらもう石碑だらけですこれ。いや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 、これもうたまんねえやこれ。あー、すごい。あ、これは昭和3年、昭和3年。はい、大坊山からね、こんな感じで今降りておりますけれどもね、非常にね、整ったなだらかなね登山道で、すごくいいですね、快適ですね。これはこっちからいいですね、登ってもいいと思いますね。はい、今ですねこんな感じで完全に降りました。でね、神社がねありましたね。ちょっと神社寄ってきましょうか。ちょっと、はあ、よいしょ。ああ、立派な神社ですね、これは。はあはあ、おお。すごいですね。まあ、かなりね、こんな感じで、立派な神社でございます。はあ、すごい。大山神社って言うんですかこれね。まあ、かなりね、まあ、歴史があるんでしょう、ここも。はい、こんな感じでございまして、この狛犬さんは新しいですかね。あ、新しいって言ってもでもね、あ、昭和54年だからね、まあまあそこそこですね。よしよし。はい、この鳥居はね大正4年ですからね。よし、はあ、ずっとこちらは、まあ、トイレもあってね、で駐車場もあるんですね。はい、大坊山のね、分岐の道路ですけれども、ここからねまた大正山方面にね向かっていこうと思いますけれども、これ地図確認今したんですけれどもね、これで一旦またね山にちょっと登るのがね最短のルートになってる感じなんでね、もう一旦山に登る感じになるかもしれないですねこれね。山登んないとずーっとこれね大回りになっちゃうんで、もう一丁登りですねこれ。
すごいですね。この辺の団地はこう斜面のね、住宅地なんでね、こんな感じで降りて玄関があるっていうね。で車庫があってね、で降りて玄関なんですね。こんな感じで、ね、どちらのお宅もね、なんかこうあれですね、見慣れない光景なんてこうあーってこう思いますけれども、はい、こっからね、またこっち行っちゃうと相当遠回りになっちゃうんでね、もう一回ね、ちょっと山の方に行くようですね。ショートカットしていくようなんで、こっちですね。よいしょ。あ、あったあった。これだ。大坊山ですね、これね。あ、いや、よっしゃ。いよいよね、また登る感じになってまいりました。住宅地はね、ここまでな感じですね。おそらくですけれども、ここからこの舗装が多分なくなっちゃうような気がしますけれどもね。ああ、よいしょ。はい、舗装路がね、ここまでですね。なんだここは。あ、でこちらですね。こちらがありました、登山口ですね。はい、また登山になります。一旦降りてからのね、登りっていうのはね、またね、なかなかあれですね。これスイッチ切り替えるまでね、なかなかなもんですね、これね。よっしゃ、よっしゃ、もう完全にね、これも登山モードですね、これね。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、なかなかなね、軽い岩が出てきましたけれども、一度ね、下山してからのこのようなね、また山登りになりましたけどもね、このスイッチをね、また登山モードにね、切り替えるっていう脳のね、切り替えが必要ですね、これね。よっしゃ、徐々にね、切り替えてきましたよ、徐々に。よっしゃ、行きますよ。はっしゃ、はい、こちらピーク名ないですけどもね、またね、標高上がってきましたよ、こんな感じで。ねえ、今ね、あの、ふもと歩いていたんですけどね、あの、団地ね、ずっと歩いてきましたけどもね、こうね、思いますと、自分でもね、言うのもなんですけれども、好きだなと思いますね、これね。あ、大正山がもう近くなってきました。あれですね、大正山ね。よし。はあ、よいしょ、よいしょ、あんたも好きねーってね、形でございます。よいしょ、なかなかね、登りごたえのある岩場でございますね。よいしょ、よいしょ、あいや、あいや、オッケー。いやー、素晴らしい。よっしゃ、噴気までね、もうちょっとだと思うんですよね。よいしょ、よいしょ、はい、オッケーです。噴気ですね、こちら。よっしゃ、炙り神社方面ですね。こちら、まあ、分岐って言ってもね、こんな岩のね、腹を降りていく感じですけれどもね。よっしゃ、
気をつけてね、行ってみたいと思います。よっしゃ、おう、いいね、いいですよ、ラストです。よし、集中。はい、こちらもね、ピークでございますけれどもね、見てください、大正山のね、あの看板がね、すごく近く見えますね。もう少しでね、今回のこのミッションも終了に近くなってまいりましたけれども、気を引き締めてですね、下山をしていきたいと思いますけれどもね。よし、あんたも好きね。よっしゃ、ラスト、集中ですね、集中。マッシュ、集中集中、あっ、かしょ、集中集中、はい、おお、これが炙り神社ですね、これね。あれ、これ炙り神社ね、新しく建て替わりましたかね、なんか新しくなってる感じしますね、これ以前来た時よりね。こんな綺麗だったんだっけな、これな。あれ、ああ、よいしょ、はい、炙り神社でございますね。よっしゃ、はい、はい、無事、下山完了でございますね。いろいろね、やっぱりこっちルートあるんですけど、以前はね、こっちの滝通りっていうのを行ったんですかね、これね。はあ、でね、駐車場もここにありましてね、トイレもありますんでね。はあ、で、私がですね、駐車しながらこの先ですね、もっと大きな駐車場でございますね。天台宗大正山、宝泉寺っていうね、お寺がありますね。あー、すごい、あ、金の如来の鐘があります。すげえな、まあ、中ねちょっとあれですけども、あ、もうちょっとですね、駐車場でございます。はい、今ですね、無事下山完了いたしました。今回のですね、栃木百名山大正山登山なんでございますけれどもね、本当にね、これ知る人が見ていただければですね、まあ欲張りルートだと思います。本当にね、個人的に充実した山行きでございました。今回はね、この西場富士ですね、このもう先のですね、西場百観音様を経由いたしましてね、本当に歴史ありですね、そして大正山の山のピークを取りまして、そしてまたさらにね、大回りをして大坊山の周回ルートということでございまして、本当に大満足の山行きでございました。この山はですね、本当に見晴らしがね、全体的にいいんでね、本当におすすめでございますんで、初心者の方もですね、滑落の危険なくね、短いねルートももちろんいっぱいありますので、ぜひ登山にね興味のある方でですね、こちらの近隣にお住まいの方はですね、本当におすすめの山でございますので、ぜひお越しくださいということでございまして、本日の動画は以上になります。またですね、山行き動画もどんどん上げてまいりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。 Yeah.